はようございます、昨日はこの池中浜にキャンプしまして、昨日の夜たまたまなんですけど RBC っていうこっちの地元のラジオに、携帯電話からお話しして、ちょこっとだけ出させてもらいまして、まあそこでも言ったんですけど、こうなんちゅうかマイナスイオンが爆裂してますよね。すげえよ、もう昨日なんかもうほんと風が強くてさ、もうテントがバタバタ落っ立てて、すっげえうるさかったんだけど、それでも寝れたもんね。もうよく寝れた、ほんと、よく寝れましたよ。よかった。ここはいいとこだ、ほんと。